はい、直谷です。こんにちは。こんにちは。前回の動画で紹介しました戸柱神社の糸飾り、はい、うさぎさんね、動画アップした時にはもう撤去されてたみたいで、楽しみにね見に行かれた方がね、すごく残念な思いされたと思うんですけども、ちょっと不確かな情報でね表現してしまってね申し訳ございませんでした。すいませんでした。はい、来年ね見ていただけたらいいかなという感じです。私たちもね見に行くつもりはしてるんですけどね、はい、はい、多分うさぎはねぴょんと跳ねて逃げたいやと思います。すいませんでした。今日はですね兵庫県養父市の方へね行ってみたいと思います。はい、まあすごい絶景が見れるみたいなんでねこの時期、うん、それをねどうしても見たいということで、うん、はい、道の駅も行きますよ。はい、スイーツも、あ、スイーツもね、よろしくお願いします。はい、はい、やってまいりました。道の駅陽花田島の蔵です。はい、もうすごく綺麗ですよねここね、うんうんうん、まあ、思い出の地でね、うん、初めて車中泊したのがこの道の駅なんですけども、で変わってるのがねあっち側にホテルができてますよ。アメリカのマリオットホテルがね次々道の駅の横で、2023年では4軒、そんなで来てんの。そうそう、兵庫県だけど山の上のところにね看板あるんですけど、天女の湯っていうお風呂屋さんがあるんですよねここは、うん、だから車中泊するのにはね、うん、すごく便利なんですけども、行ってみますか。はい、はい、お前中光らしてあんねん、ね、外側が木やねんな、うん、これな、うん、あっち側にもあゆやなあれ、うん、ヤップキャラクターやな、森の妖精、うん、あ、ヤブチで撮影したんや、へえ、キムタクさんですな。今日はここのお昼をね、お弁当をちょっと予約してますんで。はい。わあ、こんな足湯ができてるんや。すごいね。うん。綺麗ね。屋根もついてるし。ヨウカブタな。ヨウカブタっていうのが名物らしいんで。おお。なんかいい感じでこれで蒸してくれてんの。うん。320円、これをねお願いしました、はい、お持ち帰り弁当、うん、11時オープン。綺麗なここ広いしメニューも田島牛な、豚まぶしって珍しいね。ほんまやな、ここの名物の朝倉山椒と陽花豚の豚まぶし、はい、こんな感じでねいろいろありますよ、うん、ここのレストランでね今のテイクアウトの分も作ってもらってる、はい、うん、朝倉山椒、そのヨウカブタのしぐれに朝倉山椒使用。まあ山椒ね好き好きありますからね、うん、私も少量やったらいいけど、あんまり山椒が全面押しされたらちょっときついかな。山椒カレー、うん、色が醤油まで山椒うどんもある、柚子山椒ね、ちょっとずつ使えるね、それやったらね、柚子胡椒ならぬ海苔まである、山椒の海苔、田島、栃木、カニせんべい、あ、もう日本海近いんだね。田島牛の肉そぼろが気になる、朝倉山椒入り、うん、山椒昆布、うまそうやな、ご飯には美味しそうやね。ねえ、美味しそうやね。ヨウカブタだ、ヨウカブタね、ソーセージ、あー、立派なソーセージやん、しやな、あ、結構お値段、ソーセージで1980円、うまいな、うん、あ、豚まんも置いてある、あ、ほんとだ、3つで1100円か、うん、いや、ちょっとお安くなるねんな、うんうん、お酒もあるわ、明延鉱山のね、あれですよね、ね、大吟醸、うん、すごいね、箱もキンキラやし、うん、いろんなのがあんねんね、お酒もね、今山椒の時期やから、あ、ほんまや、めっちゃ出てるやん、ね、ちょうど今やから、綺麗な粒やわ、大きいわ、ほんで、うん、200g で1200円、うん、あ、梅ね、あ、梅も出だしたよね、お花、うん、立派やね、それ何それ、食欲
かな、なんだろう、めっちゃ立派やね、立派に300円で切り花とか食べてこれ、これ道の駅で見たの初めてや、立派やな。あ、そら豆のシーズンや、そら豆買おうかな、美味しいよね、それ焼いたらな、美味しいよな、安いわ、これ買おう、観光マップがね、こうやってありますけども、うん、分かりやすいね、分かりやすいね、今現在地ね、で上が天女の湯でしょ、蛍の里とかあるよ、あっち矢部神社もあるし、八伏公園ね、あっち今からあっち方面行きますよ、そうね、はい、で下の方には一円電車の明延ね、うん、この滝が歩いていくっていう、滝ってうわー立派やな、日本の滝百選、ここをスタートのね、地図がね、うん、観光案内所に置いてあった、若杉公園ってこんなとこにあるんだな、キャンプ場なかなか一日で見るのはね難しそうですけど、うん、見れるところはいっぱいありそうですけどね、うん、じゃあ行きますか次ね、はい行きましょう、別府の棚田にやってまいりました。すごいでしょこの棚田の噛んでる感じ景色がね、うん、こう山あいにね、うん、こんな見事にね、だん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 にね、うん、もうちょっと稲がね植えていってるんかな、もう、うん、植えたてほやほやよね、はい、この時期にしかね見えないということでね、うん、この棚田の、水面にね、周りの山々の景色とかがね映ってね、うん、すごく綺麗ということで評判なんですけども、で後ろのね、はい、今雲で隠れてるところ、はい、そこが氷の線って言ってね、はい、氷の山って書くって氷の線っていうのよ、そう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 、雪山がね、はい、春のあたりはまだ見れるらしいですけれども、今日ちょっと天気がね残念ですね、はい、でこの棚田はね、うん、130万ぐらいあったらしいんですけれども、はい、なかなか吸う人がいてなくてね、ちらほらこうやって、あこっち側と、ね、急行電のとこがね、こっち側もそうだったんですかね、もともとやってそうやけど水張ってないね、あやってないですね、うん、そういうとこもあるね、はい、でここは標高ね、うん、700メートルもあるっていうことで、はい、寒い結構ね涼しいですね、結構涼しい、うんうん、夏場も涼しいんじゃないかな、ここまで来たらね、うん、はい、ここにさ脚立がくくりつけてあるってことは、うん、ここがもしかしたら撮影ポイントなんかな、ああそうなんかなここ乗って撮影してください的な、あどうなんでしょう、今通ってきたとこが田島アルペンロードっていうの、ね、結構くねくねしてたよ ね、 そうね、スキー場のね前を通ってくるような道ですけども、うん、で下に書いたのが何ですか、あれ別空の大桂、カツラ、カツラの木か、水がねすごく多いところにね生えるらしいんやけれども、ああだから棚田見て、うん、で大桂も見れるし、ああ駐車場もちゃんとあって、はいはい、兵庫景観ビューポイント150選、ああこれ休憩できるとこあるやん、うん、ああここに書いてあるわ、別府じゃないわ、別府って読むんだ、別府か、ああ、うん、すごいね、駅周り 14.5、うん、それは大きいわ、樹齢400年超えてるらしいよ、すごいな、うんうん、株が大小100本以上あるって書いてある、ね、はい、ご住人をねお読みください、はい、こっちは別空地区って書いてる、あれほんまやな、本当や、ね、いろいろ読み方があるんかな、うん、じゃあ今いるところからさ、はあ、休憩所からずっと下に遊歩道あるんだ、あほんまや、降りていけるんだ、下に東屋もあるんだね、はあ、これ上がっていくの、もうすでに水の音がすごいんやけど、すごいな、これ何、流れが激しい、激しいな、ね、熊出てけんやん、うん、ちょっと怖いね、ちょっと怖いな、うわこれちゃうの、そうだ、えこれか、どれや、別府、あ、これか、え、これだ、うん、すごいな、ちょっと見える、すごい、うわすごい、ほんと、うわ見事だ、見事やね、で、その脇を、これ湧き水がすごいよね、うん、流れていってるよ、すごい、うん、これ、清水がね、取れるっていう、うん、水飲めるらしいんやけど、どっから取ったらいいのかな、
わあ、綺麗ね。うん。あ、なんかこっち側にも流れてるわ。へえ、本当。あ、奥はね、もうすごい橋です。すごい見事やね。澄んでる。めっちゃ水澄んでるわ。ね。あ、それか。うん。うん、ここで組んでね、うん、飲んでもいいということなんですけども、やっぱりちょっと心配やけどな、うんうん、なんかね、真夏の30度越す時でも、うん、水温5度ぐらいなんだって。あ、冷たい。冷たい。すごい冷たい。あ、冷たい。あ、うん、変わらんの。うわ、冷たい。あー、気持ちいい。なんかさ、瓦ってのいいけど、ハンカチ持ってるの？持ってないですよ。じゃあ、このお水いただいて、はいはい、お昼しましょうか。そうですね。じゃじゃーん、これ持ってきてますからね、これいいですよ。はい、うん、冷たい。冷たいね。おお。いっぱいいただきます。美味しい湧き水でお茶とお味噌汁と、うん、ね、自然の恵みですよね。嬉しいね、こういうのまで。はい、今日の昼ご飯です。美味しそうやね。はい、こっちが田島牛の牛飯弁当。違うが豆花豚の炭所味噌カツ弁当。うん、すごいね。両方とも1000円なんでね。うん、こっちの方が高そうに思うんやけどね、うん、田島牛の方がね、うん、いただきます。どうぞ。おー、すごいね。結構入ってるね。うん、よいしょ。はい、いただきます。うん、いい味や。柔らかい。うん、田島牛、うん、美味しいです。紅生姜とお漬物かな、それ。そうやな、これな、お漬物ですね、これね。うん、よしよし。あ、ちょうど合うわ。うん、これかけていいねな、弁償がね。うん、うん、まあ、好みでね。はい、いただきます。はい、お、遠慮なく真ん中からいきますよ。分厚いね、結構ね。そうやな、柔らかいね。うん、あ、味噌もあっさりめ。あ、そうなんや。おいしい。あ、下にキャベツがあるんですかね、それ。うん、うん、山椒の味、あ、ほんのりするかな。あ、なんかそう、うん、あ、ほんのりあんまり主張ないや、してないや。うん、あのね、うん、爽やかでも。あ、うん、ここの湧き水の、ね、作ったお味噌汁。じゃあ湧き水の。相方さん飲めへんのかな。うん、あのスイーツに備えてる。あ、そうだ、液体ではなかった。備えるもんな、そういう。そうよ。うん、美味しい。わからんけど美味しい。うん、変えてみますか、ちょっと。うん、ね、すごい、うん、結構分厚くて美味しい。分厚い。なんかお弁当のさ、豚って結構さ、うん、薄っぺらいくてがっかりなことあるけど、うん、だからといって硬いわけじゃなくて。そうそう、柔らかいでしょ。うん、美味しい。豆花豚、いいやん、うん、田島牛。ちょっと甘い感じのね、タレでね。うん、あ、うん、柔らかいな。あ、そんなしつこい味付けじゃないし、うん、こっちも美味しいね。うん、なんかでもほんまこれもボリュームあるわ。ご飯も結構量あるもん。うんうん、で、昨日ネットで見てたんやけど、うん、ヤブ言うたら真っ先にあの言葉として出てくるのヤブ医者とかいう、昔から言うやんか、お医者さんのってのはね。でもあれはやっぱりここの野望の出身で、うん、ものすごく名医がおったらしいんで、でその人の弟子やいて名を語って地方で悪さした人らのことを野望医者や野望医者やって言い出したりって。だからほんまはすごい名医やってんで、それも徳川時代のそんな古い時代に。で毎年あれて名医賞かなんか出てて、野望医者大賞かなんか言って、
地域の医療に貢献した人。それいいお医者さんおったのに悪い方に使われるのちょっとかわいそう。そうやん。だから今そういう賞を設けて毎年やってるみたいで、ヤブシは、うん、全く関係ないと思ってた。若いね方がねヒッチハイクされてます。いいちょうど棚田の上でねギターもね、私もギター好きですからね、わかるんですけど、あ、ジェームズですやん、それ初めて買ったんでしてわかんない。あ、なかなかいいですよ、いい音出ますよ、ジェームズは。はい、ヒッチハイクで妖怪駅まで行きま乗ってきますか、ね、はい、はいはい、いいですよ。いや、歩いてはんの見てびっくりして、この山道をなぜ歩いてるの。え、な、上でバイトしてたかな。あ、そうです、そうです。おー、はいはい、時間があれやから、はい、言いましょうか、うんうん、じゃあ頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。はい、いや、まあ彼のおかげで妖怪駅を見ることができました。はい、じゃあ気をつけて。はい、どうも。はいはい、はい、やってまいりました。パテスリーカフェ片島さんですね。はい、人気みたいですね、ここね。うん、はい、ここ矢部本店で、はい、丹波市と豊岡市と福知山市もあんねん、うんうん、へえ、うん、これなんかランチもあるの。なんかゴージャスな感じやな。わー、すごい。うわ、ゴージャス。わー、ジュリエッタやって、ジュリエッタさん。選手もウサギみたい気しするから。上がすごい。ほんと、これがなんかコウの卵、うん、あ、コウノトリってこと。あ、そういうことかな。お米で作った日本のカステラ、三上牛乳で作った片島のプリン、カステラのアイスサンド、アイスクリーム挟んで。そうなの、ね、うん、素晴らしいね。美味しそう。ケーキ食べたいな。お、抹茶とほうじ茶、うん、天滝ゆず、コウノトリのくちばし。へえー、面白い。ねえ。あ、中でパティシエが作ってはるわ。うん。うん、はい。わわ、そう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 。先生ありがとう。すいません。おお。ドリンクメニューね、こんだけあります。天滝ゆずっていうのが、うん、ここの地元のやつやから、ソーダに入ってたり、さっきもマーマレードであったやんか。ああ、はあ、はあ、で、ケーキもあったし、クラブサンド、ローストポークのサンドの洋歌豚使ってるよ、うん、あ、軽食やね、うん、ランチとか。じゃあ田島牛で、田島牛のミートソースのボロネーゼ、うん、ピザもあるんや。パフェ1000円超えですよ。すごい。こういうの嬉しいよね。何が乗ってるっていうのちゃんと説明細かく。え、こっちもせえな、うん、何が入ってる、ほら、何が入ってるっていうのがちゃんと面白いな、うん、面白い。わあ、それもかわいい。いや、やっぱケーキセットしようかな。じゃあ、これと、すいません、はい、くちばしと、はい、はい、お願いします。すいません、こんな選ばせてくれるよ。これ嬉しいよね。嬉しいな、ね。こんなんがあるの？リップルスっていうところのね、アプリをダウンロードしたら、うん、あの好きなね、画像をプリントしてカフェラテの上に載せてくれるの。へえ。で、さっきのアプリはね、
うん、iPhone しかやっぱ無理みたいですよ。私たちは Android でできないのでお任せにしたから、どんな柄が来るか、はい、楽しみだな、うん、プリントラテできるのはね、ここの本店さんだけなんでね、はい、すごいね。私がペンタキューズのケーキ、はい、でこれですね、プリントラテが、おパンダだった、すごいな、かわいいね、うん、でこれがくちばしね、うん、はい、何のくちばしやった、何かのくちばし、コウノトリのくちばしですね、ナイスコーヒーですね、どっち早い、うん、どう、おいしい、うん、おいしい、下はパイ生地、うん、うん、サクッとおいしい、グリーンの出てきた、うん、抹茶、抹茶かな、うん、うん、何、爽やか、爽やか、美味しい、なんかそのでもあれやな、このカフェラテ崩すのかわいそうやない、かわいそうやね、これもったいないけど、どれぐらい持つんやろな、それ飲んだらもう、こんなんできるの、すごいね、うん、すごいね、はい、今日はね、うん、やぶしをね、少し楽しみました。ケーキ美味しかったわ、いや田島さんのあの柚子のケーキ、ぜひぜひ、あ、美味しかったですね、くちばしも美味しかったですよ、何のくちばしやった、コウノトリですよ、もうすぐ口挟むって感じでね、うん、あの絶景もね、思いましたし、うんうん、まあハプニング的にね、うん、ヒッチハイクのね、うん、大学生乗せました、ね、すごく感じのいい子やったね、こういうことが初めての経験でね、ちょっと嬉しかったですけども、うんうん、彼ね、無事帰ってくれたらいいけれど、はい、はい、今日はね、もう帰りたいと思います、はい、はい、最後までね、視聴していただきありがとうございました、ありがとうございました、ではでは。